うわ、無限に湧くクワガタ、増殖クワガタ。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがチョキ試験くんです。いや、具試験ですよ。具試験か、ごめんごめん。チョキ試験ごめん、じゃんけんだと思ってた。いやいや、好きだな、じゃんけん。じゃんけんは好きよ、大人も子供も。一緒に伝説作っていこう。片揚げポテト、ねえ、もう食べたくなっちゃってるじゃないですか。割り出しをします。おお、はい、割り出し、はい、なるほど。うん、割り出しわかる。どうして卵を取り出すとか。ああ、確かにね。幼虫ヘラクレスとかだと割り出し、そうだね、うん、まあ土を、土系のやつをこうひっくり返して、うん、まあその土を割るみたいな感じなんだけど、はい、なんだろう、まあ卵、幼虫のイメージかもしれないけど、うん、今回はね、多分ね、そう、割り出しって言ってるけど、孵化したやつを掘り出す感じかもしれない。時間が経って、うん、じゃあその中でもう成虫になっちゃったってこと？そう、おそらく全部成虫になってるから。あ、全部？うん、それを取り出したい。それをもし放置してたら、その中でまた新しく類代しちゃうというか、また交尾して幼虫とかを産んだりする可能性があるから、はい、今回はそれを取り出していきたいっていう。なるほど、うん、緊急事態、早めに早めに、そう、それが、こちらです、うん、はい、はい、こちら、もう何の変哲もない、いつも通りのこれなんですけど、一応ね、入れてたのがね、あれどうなんだろう、一応ね、1月の27日、うん、4ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらいで成虫になっちゃうやつっていう、ので言うと、ルイス角のひょうたんクワガタですね、僕ん家だと。まあこれは沖縄の、なんか具志堅と地元が一緒のやつ。ルイスっていう名前なの？そう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 。いや、同級生ぐらいの感じで言わないでよ。外国っぽくないですか？そう、っぽいよね。まあでも、でもまあ沖縄以外にもいるんだけど、まあこれは沖縄のやつって感じ。これがね、もうまあ楽しい、うん、もう飼育してて、もう生態系、もうこの中でなんていうの、もう自然界を確立しちゃうぐらいの繁殖力というか。ああ、そう、もう幼虫も成虫もサナギも出てきちゃうような種類で、ね、多分幼虫をこの中に入れたんだよ、バッと、はいはい、入れたんだけど、多分上にね、たまにね、こう上がってきてたの。ああ、こう新成虫っぽいやつというか、はい、それちょっと見てもらったら、こういう感じで分かる？なんか違和感というか。あ、まあ穴？そう、セミが羽化するときに作るような穴みたいなのができてるでしょ。あー、はいはい。これがおそらく成虫が潜んでる穴みたいな感じというか。あ、この空洞の中に。そう、へえー、これ、いや、結構な数あります、ね、そうそう、だからちょっとこれを掘り出していきたいなっていう、ちょっと今回は普段と違うテイストになるかな、ね、ちょっと青くならさせてもらいます。ぶつけちゃった。なんだ、どうした？左手炭水ぶつけたから。炭水ぶつけてこう温めるやつじゃないから。じゃあこれちょっと青くならさせてもらいます。よいしょ、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 うわぁ、いや、そっちの手が青くなるんかい。奥の方だった。そう、大事なものは奥にしまわないと。ああ、へそくりみたいなもんだから。いや、そう、隠しながら青くなっても困りますよ。そうそう、ごめん、ちょっと青くならさせてもらいました。右手が、はい、はい、これをもうちょっとひっくり返していきますんで、まあ、何匹いるのかっていう部分かな。ただ今回はね、もう今まではもうそろそろ掘り返してミルカーで掘り返してたから、成虫、幼虫、サナギとかいろんな状態の類質のひょうたんクワガタがいたんだけど、今回は多分ね、全部羽化してるって感じだと思う。おー、うん、もう一匹一匹、うん、なんか幼虫とかサナギがいる感じではないと思うかなっていう。へー、いたらもう余計ちょっと自分が思ってる以上にこう類代繁殖スピードが速いんだろうなっていう感じになるから、はい、まあ成虫が何匹いるかっていうところをちょっと見てもらえたらと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。もう、はい、ボッコボコでしょ。あー、でも確かに、うん、どこにいるかわかんないからね、ちょっと割ってみますよ。はい、行きます。あ、いました。え、
はい、一匹目。おお。二匹。こんな感じで出てくる。おお。はい。小さい。ちっちゃいでしょ。これが可愛いんだよ。この四つの顎ね。四つ。そう、二つなんだけど、上にね、上に向いた、なんなんだろうね、この中の歯というか。あ、ちょっとカニっぽいんだよ、前から見たら。ハサミ感がある、これが特徴。これをちょっと入れてきます。これそう、これがね、うじゃうじゃ出てくるから楽しい。割ったらもうすぐ出てくるって感じ。はいはいはい。類代表記も正直わかんないから、もうずっと CB 一応 CB その、なんて言うんだろう、その今何回兄弟同士で掛け合わせてるかとか、正確な血の、例えば CB 同士を掛け合わせたら CBF1 になるんだけど、はい、その表記より前は分かんないけど、とりあえず今回は兄弟同士で掛け合わせたみたいな感じのやつから、まあ、CBF1 同士で掛け合わせたら CBF2 だったりとか、うん、っていう風になっていくんだけど、うん、その類代が分かんないってな場合は CB になるんだけど、でやった方がいいかなってぐらい、こう幼虫と成虫が入り乱れるから。だから今回は多分幼虫をって感じだったから、正確な CBF1 でも大丈夫っちゃ大丈夫だと思うけど。おお、2匹、2匹います。これやっぱこの穴の中にいるんだね。はいはいはい。茶色系ですね。うん、そう、赤茶みたいな感じかな。もうちょい固まると思ってるんだけど、でもこれでも結構普通に上にいたりしたから、もしかしたらそうなのかもね。お、あ、なんか落としたな。なんか硬い感じのね。え、そういうこと。落ちてきたね。え、具志堅が雷出しただけじゃないの、うん、いやいや、なんか雷電気いやいやいや、じゃあ、これも聞いたことないすいません。どういうこと。アニメ見てて、おう、僕のヒーローアカデミアってめちゃくちゃ今見ちゃってて、雷を出すキャラの名前が雷電気っていう。あ、そうなんだ。めっちゃなんかそのタイプに合わせた名前なんですよ、みんな。あ、もう腹我慢できなかった。あ、いやいや、やっぱ好きって抑えらんないよな。わかるわ、びっくりしたよ、なんか。いや、もう絶対違うんだけど、日野の2トンみたいなことなのかなと思っちゃって。なんかネーミングセンスが面白くてハマったみたいなところもある、うん、あー、確かに雷電気っていいね。あ、でもちょっと見落としちゃったな。ちょっと後でゆっくり見ましょう。はい、多分いつの間にか落ちてるみたいなパターンあると思うんだよな。あの小ささとなんか色味も、うん、そうちょっとこっちも行きます。ここ 木があるからね、木をね、ちょっと どかす感じで。おお、いた、いました。多分幼虫10匹入れてたんかな、もしかしたら。成虫が10匹になるパターンもあるかも。なんかすごいね、土の固まり方が。おお、すごい。あ、逃げた逃げた。あ、はい。おお、素晴らしい。はい、まだかじってる感じはないから、やっぱ幼虫で羽化して、あ、ちょっとかじってるな。もしかしたら幼虫産み始めてるやつもいるかもしんないって感じかな。これとか、はい、あ、ここにもいる。おお、いますいます。これもうオスとメスがね、なんかあんまり見分けつかないから。いやー、まあそうですよね。一応顎の発達がオスの方が強いらしい。え、え、あ、いるいる、いますね、そう、素晴らしい。顎の発達が、そう、あ、いたいた。もう顎の発達の話できないかもしれない。そんな隙も与えてくれないです。素晴らしい、うん、もうこれやっぱ幼虫が全員成虫になってくれたみたいな感じかな。いました。おー、はい、さあ、これで全員かな。もしかしたら幼虫10匹ぐらい入れてたはずだから、確認お願いします。4、5、6、7、8、9、10、11、11か。だ、多分幼虫が全部今羽化した状態だね。うん、もう一ケースも終わります。おお、ちょ、もう一ケースあるんで。はい、もう一ケースがこちら。はい、はい、こちら、
こちら、ここからあぶれたのがさっきのやつらみたいな感じ。そう、だからこっちは幼虫と成虫入り乱れてるんじゃないかなと。あ、なるほど、うん、だからちょっと成虫だけどんどん回収していきましょうか。おー、もう一緒に混ぜちゃいます。あ、いいですね。うん、これ同じだから。さあ、行きましょう。どうだろうな、幼虫いるね。これが幼虫。そう、多分表見たらちょっと様子違うでしょ、さっきと。まあ、さっきみたいに穴ぼこがある感じではないから、はい、そんなに。さあ、はい。あー、これか、幼虫は。そう、こういう幼虫。ちょっとケースの中に、この100均のケースにちょっと幼虫と入れていきます。で、はい、こちらシリコン製のピンセットで、これつまみやすいんで幼虫傷つける心配も減るんで。はい、こういうのを概要欄に載せてるんで、よかったら見てください。なるほど。さあ、ちょっと割りましょうか。幼虫、成虫、どれぐらいいるか。だからさっきのがもう幼虫を全部入れてて、結果的に3ヶ月で羽化してましたって感じで。だからあとはこっちはどうなってるか。3ヶ月、こっちも放置してる期間は。あ、一緒ですか。そう、ただこっちは成虫も幼虫も入れてた感じだから、どうなってるかって感じだね。さあ、はい、うわー、おー、すごくない？わかる、ほら、めっちゃ浮かしてる。まずめっちゃ浮かしてるね。はいはい、すごいな。でもちゃんと穴ぼこある。あるね。だアリの巣みたいな感じでこう動く感じなのかね。溜めて。1、2、3、4、4匹まず。まだ赤いから浮かしたてかもな。なるほど。すごいね。こいつとか。あ、戻ってっちゃう。え、隠れちゃった。あ、ほら、本当ですか。うん、でもマジでいなくなったの。そう信じてよあ、ここも、はい、あ、お、どうした。お、そうそうそう、これもう家、自宅の中でこうもう生態系が出来上がってる感じ。ほら、うお、すごくない？楽しすぎるでしょ。確かにこれはなんかすぐ出てくる。そう、楽しいよね、成虫がうじゃうじゃ。まだ赤いから、結構こいつらも最近羽化した感じだろうね。はいはい、ほら、あ、幼虫もほら、ちょっと見づらいけど、ちょっと出しましょうか、幼虫。多分ね、ここら辺に。おお、幼虫の話してたのにめっちゃ成虫が。これすごいよ、やっぱ楽しいな。はい、はい、うわ、おめっちゃいたけど、あ、幼虫、幼虫。おお、これか。そうそうそう、これが結構細長い感じの。はいはいはい、気をつけないと、こう、さなぎのパターンもあるからね。おお、あ、いますね。はいここら辺にこう、ひっついてるじゃん、こういうのとか。はいはい、これとか結構洋室だったりするから。そう、ただこう、こういう感じでね、多分もう羽化してきた、で出てきたところみたいな。ここら辺とかもしかしたら、あ、でも全部出てきてるな。だからちょうど3ヶ月ぐらいでやっぱ羽化してくるんだろうな。で、この中にも多分幼虫とか成虫とかこういう感じで。おお、ちょっと割ってみるか。どうしようかな。これはこのままにしときます。はい、まだ多分幼虫、成虫、さなぎいると思うんで。じゃあこっち、ちょっと、あ、ここにも。はい、半分の塊であんなに、ね、確かに、もっと詳しく見たら、うん、多分いるんだろうけど、ざっくり、あ、いました。はい、おー、はい、これすごいよな。お、成虫、成虫が多いね、今回。いや、でもいいですよ、これ、ね、たくさん入れて。ほんとこう、思い立った時にひっくり返して成虫を取り除いて、うん、っていう感じになるのかな。そう、もう毎回何ヶ月か放置してたらこれぐらい成虫がわんさかいるみたいな感じだから、もう楽しくてしょうがない。だからこれも、はあ、ここにも。おお、だからこれが日本のどこかにいるって考えたらね。ああ、確かに。ここにも、こんな自然界でこんな小さいの。そうそう、目がね、どうやってやっていくんだろう。いや、結構大
大変だったけど、いいところもあるのか。まあね、まあその分天敵には見つかりづらかったりするだろうしね。やっぱその国産兜とかもちっちゃいやつよりも大きいやつの方がカラスに襲われる率高いみたいな話聞くし、カラスとか鳥に、だからちっちゃい方が意外とこうこっそり樹液を舐めて舐めては隠れてみたいな感じで過ごせる可能性もあるよね。うわすごい、もう多分全然見落としてるだろうな。あ、この小ささねえ、ほらほらほら最終チェックしてまた最終チェック見る。ねえ、一生無限無限無限に湧くクワガタ。あ、これもだ。さあ、こっちも行きましょうか。半分でこんな取れてるからね、すごいっす。じゃあ行きます。こっちもこう行くか。はい、おお一匹、おお一匹、はい。いや、これはすごい楽しいやつ。ほらー、おー、うわー、すげえ、すごいな。やっぱもう自然界はね、こう山の中とかはやっぱこうやって、まあこれ土だからまたちょっと別だけど、木とかを割るのとかもまあよろしくなかったりするから、その自分の所有地でもなければね。あー、なるほど、うん、こうもう家だったらもう壊し放題だから開け放題。そうそうそう、気兼ねなく。やっぱ木の周りが多いな。あ、いますね。おー、おーすごい、うん、すごいすごい。なんかでかくない？多分こいつがオスかな。でもでかいでかい、全然違うサイズ。オス、オスの方が顎の発達が強いって言ってたから、なんかね、もっと他にもあったりするんだけどね。この胸のこの真ん中の部分 V の感じとかがあるらしいんだけど、波打ってるか打ってないかみたいな。店長、ランバージャックの店長曰く、やっぱ顎の発達で判断するのが一番手っ取り早いみたいな。それは難しそう。うん、だからもう販売され方としては、俺ムッシャで買ったんだけど、ムッシャではもう5匹で1セットみたいな。もうオスかメスか分かんないけど、おそらく5匹いればメスもいるだろうみたいな。でも全部結構成虫になってるね。だから幼虫になってたのは、今いる成虫になってた子たちのちょっと早めにこう成熟した子たちが卵を産んでたのかもね。こんな硬い中をこんな通って、成虫も幼虫も通ってくんだろうね。そう、材とかも別に柔らかい材とかじゃなくても、なんなら泊まり木で俺売ってたやつを使ってるんだよ。でも土オンリー、だからマットオンリーよりかは材入れてた方がしっかり産んでくれたり、幼虫がいたりするイメージかな。こっちはあんまりいないかな、意外とね。結構成虫多かったけど、どれぐらいだろうな。もうポンポンいってましたね。ねえ、3ヶ月に1回割り出しでも結構いるもんなのかな、もしかしたら。まあでも本当思い立った時に僕がやって、こういう感じで出てくるんだと、うん、ちょっと早めにというか、まあね、気にかけないと。そうそうそう、でももう勝手に類代もしてくれるから、だからちょっと気持ち大きめの容器にやってるんですけど僕は。ああ、なるほど。この中とかもいるかもしれないけどね、ちょっと今回はやめときます。はい、ということで以上、はい、以上ですね、はい、ちょっとこれ先に戻しましょうか。ついでに産卵セット、まあ軽く組み方というか、まあ、何ら変わりないんですけど、普通の産卵セットと。じゃあ一応産卵セットもう基本と一緒なんですけど、もう普通に発酵した、しっかり発酵したマットをこの中に入れて、まあ下は軽く、なんか別にめちゃくちゃ固く詰めるわけじゃなくて軽く詰めて、もう、まあ、さっき入れてたやつだけど材を真ん中に、まあ、僕はこれもう止まり木です。加水もそんなしてないかな、まあ、加水した方がいいっちゃいいだろうけど。で、かぶせる。そう、でも衝撃だけで
トントンと。で、こう空間は、空間はできないようにね。なるほど。で、こういう空間がちょっとできるから木の隙間、そういうとこはもう軽く割り箸のフラッカーとかでこう土を通してあげるイメージ。まあ、この木は多分なんないだろうけど、やっぱ加水した木とかってこうかびちゃったりするから、その空気に触れると余計かびたりダメになったりするから、やっぱ木はもう土にちゃんとかぶさってた方がいい。オッケーオッケー。で、ちょっと土やっぱ多いか。で、こんな感じでこれでオッケーかな。オッケーです。で、幼虫もちょっとこの中に入れましょうか。さっきの2匹、とりあえず幼虫は2匹。とりあえず2匹入れて、で、こっちは一応取りこぼし用にこっち入れときましょう。こっちにちょっと成虫いるから、成虫だけ分けます。はい。ちょっと何匹か分かんないからね、数えるのもちょっと大変だ。そう、手ぐらいのやつ、レベル、うん、ちょっと後でしっかり数えますんで。じゃあ残りの土は一応取りこぼし用でこっちに入れます。はい。いや、多分見落としいるだろうしな。まあそうですね。うん、具志堅と同じ地域で名護そんなとこまで、うん、産地って記載されるんだ。そうそうそう、すごいな。具志堅は名護、ああ具志堅は那覇か。那覇でもないですけど。あ、違うんだ。うん、まあでもちょっと遠いですね。あ、ちょっと遠い。そうで、取れた成虫の数ですね、数えられたのか。そう、ここに入れたら小分けで分かりやすくなるんで、1、2、3、4、5、6、7、48匹。おお、はい。まあでもそうだよな。うん、これすごいね。ラッシュでしたね。ラッシュ、ちょうど羽化時期が重なって。ちょっと全部手に乗せていいですか。うわ、すごい。これでもすごいけどね。すげえ。でもこんだけ集まると見やすいわ。確かに。うわ、いやー、すごい。ちょっと失礼します。うわー、すごい。ほら、これ全部成虫。うわ、増殖クワガタ。もう怖い。すごいね。うわ、嬉しいね。あ、みんな生きてる。あー、蝕まれるじゃん、なんかこういうのが。うん、確かに怖い、怖くなってきた。なんか吊り橋の怪獣みたいな。どんどん落ちていくやついっぱいいるけど。始まってる、サバイバル始まってる。うわ、すごい、みんなが生きてる。みんなが生きてる。いや、そりゃそうでしょ。これ裏すごいんじゃない？どうなんだろう。裏？ちょっとね、これ優しく、これど、裏、裏というか。ああ。どう？手の甲。うん。そんなことない。ああ、でもこっちの方がなんか多いかもしれない。そう。これ多分俺が動いたら落ちちゃうからみんな。じゃあこれでもう通勤とかするってこと？うわあ、いやなわけないでしょ、俺。迷惑かかるから。電車乗ったり。迷惑だけはかけるなってルイスに言われてるから。ルイス。うわー、すごい。できてる。人によっては罰ゲームだよね。いや、そうですよ。あ、これすごいわ。こんな一瞬でこんなにみんなが別々の場所に。48通りの動きですね。ねえ、ルイス4048か。デビューに向けてのか、デビューしたのか分かんないですけど。すごい。いや、すごいね。やっぱ楽しいですね、ルイス。やっぱこう、委託に出しても人気。やっぱ動画の看板クワガタかもしれない、うちのチャンネルの。いや、すごいね。はい、これまたちょっとどうしようか。ここにまた10匹入れましょうか。まあ多分中にも幼虫と、多分木の中にいた成虫とかが多分いるとは思うんだけど、はい、この中にじゃあ一旦10匹入れます。ランダムで
10ぐらいって感じかな。これがまた類で始める。そう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 、10ぐらい入れてたらもうまた最初俺10入れてたから、10入れてたら50とか取れて、動画外で最初やっちゃったんだよ。あ、なんかもう見た感じこうそんなに変わんないから、側面とか幼虫が出てくるみたいな感じもないから、はい、もうそんなにないかと思って動画が夜中、あ、夜中ひっくり返してみたら今日みたいな感じ、プラス幼虫もいてみたいな感じ、もう興奮しちゃって俺そっから4日寝れなかったもん。いや寝なさすぎだろそれ心配になるわ。いやもう興奮しちゃってそれぐらいまあするよな。そうそうそう、意外すぎるケースの静けさに。そう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 、中にいっぱいいるんだ。あとちょっとオスっぽいサイズがでかいやつを今僕はオスとしてるんで、一旦多分顎が発達が強いやつがオスって感じだから見極め、うん、まあこれぐらいいれば大丈夫かな、まあ、ちょっとアバウトなところもあります。そうそうそう、まあこれぐらい入れといて、でまた思い出したらこれまた動画にすると思うんで、うん、はい、でまあこの子たちはまた動画外でもしかしたら委託に出すのか、もう一セットちょっと組んでみるのか、ちょっとどうするかまたおいおい考えるんで、はい、はい、ということで、どうでした福祉県。いやいっぱいまずこんな生態、うん、最初だから卵か幼虫かみたいな感じだったんですけど、うん、だから半々とかで出てくるのかなと思ってたら、うんうん、こんだけ成虫見れたらそれ楽しかったです。いやそうだよね、見てる方法楽しいよね。あの穴ぼことかも、うん、独特でしたし、確かにね、うん、本当にあの穴以上に出てきたんで、うん、確かにこうちっちゃい個体だからなんだろう、やっぱクワガタカブトムシって大きい個体のイメージあるし、はい、大きいやつがもちろんかっこいいから憧れはあったけど、はい、やっぱこういう小さい種類もこういうパターンの出方してくる種類とかもあんまり飼育したことなかったから、はいはい、やっぱ楽しいね、うん、繁殖力の高さっていう面ではクワガタ界でも随一随一随一なのかもしれない。ただもうほんと餌もどんな感じ、ほんと昆虫ゼリーをどんぐらいだろう、ほんと小さいスプーン、あのこういうこれの裏側、はい、裏側ですくったようなのをこう木の上にバンって置いといてあげるだけでいいから。へー、うん、あと一応なんかちょっと動物性の、だからフード、あのモモンガフードとかみたいなのをちょっと散りばめてあげてると余計いいみたいな話を聞くんで。へー、そうちょっと動物性な感じの部分があるらしい。そう、まあちょっと変わった種類だけど飼育もすごい楽しいんで、うん、なんかまた違う楽しみ方あるんで、はいはい、ちょっとよかったらこう多分無視者には置いてあるんじゃないかな、うん、とりあえず、うん、そうだからで僕もたまに委託とか出すと思うんで、はい、いたらぜひ飼育してみてください、うん、はい、そんな感じで今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。質問コーナーです。杉本くんです。お願いします。すいません今日もありがとうございます。杉本くんもありがとうございます。あ、いいえ、とんでもないです。今回質問コーナーになりますんで、はい、引き続きよかったらお願いします。はい、じゃあ杉本くんちょっと読んでもらってもいいでしょうか。はい、今回質問一つです。一つ、はい、一つですが、はい、たくさんあります。お、なんだそれは、どういうことだろう。はい日本語って難しい。難しいですね。はい、はい、それでいきます。はい、夜分遅くに失礼します。あ、いえ、とんでもないです。毎日クワカブの部屋楽しく拝見させていただいております。あ、いえ、ありがとうございます。突然ですが三森さんにお尋ねしたいことが10個ございます。10個、あ、いっぱいですね。可能なもので構いませんので、はい、ぜひお答えいただければ幸いです。はい、1、この仕事についてどれくらいになりますか。かっこ芸人と YouTuber、 どっちも。2、具体的な仕事の内容を教えてください。3、なぜこの仕事に就いたのですか。はい、4、この仕事に就くためにはどうしたらいいですか。はい、また免許や資格が必要ですか。お、5、この仕事について良かったと思うことは何ですか。ちょっと待って、タイムタイムでここまでで一旦止めてもらっていいですか。これなんかすごいですね。すごいですね。もう目に留まったら全部答えてもらおうっていう街頭アンケートみたいな。あ、ちょっと1から5までで一旦いきますね。はい、え、仕事について芸人は、あ、でも どこからカウントすればいいかわかんないですけど、芸歴が8年目になるのかな、なんで8年って感じですかね。はい、で YouTube は2019年の3月からなんで、まあ2年って感じですね。はい、
で、具体的な仕事内容、ま、マジで、なんですかね、全部って感じです、本当にマジで全部、生きてる全部です人生が仕事ですいや、なんだろうな、なんか簡単に言ったら、なんですかね、具体的な仕事、まあ、YouTube だと、動画撮影で、まあ動画編集とか、芸人だと、まあ、ネタを書くこと、ライブに出ること、テレビに呼ばれることだったり、なんか企業の営業みたいなやつ、はい、オーディションとかもありますもんね、まあ、オーディションとかも、まあ、そうか、仕事の一部になるかな、ですかね、まあ、ざっくりといえば、ただ今多分7個ぐらい挙げたんですけど、その7個も例えば、動画撮影だったら、動画撮影するための、例えば、まあ、僕はクワガタカブトムシ系が多いんで、そのクワガタカブトムシの準備だったりとかで、準備するための、お金の計算とか、なんかそういうのもあるんで、だから7個あったら、その内容の中に多分7個ぐらい用意するものがたくさんあるみたいな感じだから、その具体的な仕事内容をどこまでをもう仕事とするかっていうのも正直わかんないレベルというか、趣味の部分なんで、クワガタとか特に、だからなんすかね、だからそれも仕事と、クワカブも仕事と捉えると、うん、睡眠以外全部、いや本当にそうなるですよね、はい、で、のぞき穴っていうサブチャンネルもあるんで、はい、その睡眠もたまに撮ったりしたりしてるからもはやもはや全部というか、はい、そのまあ、どこまでを仕事としてるかが、その僕の中でも仕事だと思わないようにしてるっていうのはあるんで、うん、その多分仕事だと思ったら僕嫌になるタイプなんで、ですよね、そうだから難しいですけど、でも多分全部ですね、だからもう YouTube かお笑いのことは考えてずっと生活してるんで、まあ、YouTube だったりクワガタとかそこの部分かなになってるんで、だからもうなんだろうな、自由な時間はもうゼロっていう感覚ではあるかもしれないです。はい、はい、でこの仕事に就いたのは本当に僕はもう中学生の頃あたりから、とりあえずもう自由がいいというか、はい、なんか本当、まあ多分みんな思ったことあると思うんですけど、なんとか一発石油掘り当ててとか、はい、宝くじ当ててとか、はい、なんだろう、株当ててみたいな感じのやつして、もう本当ずっと悠々自適に暮らすみたいなのを憧れてたんで、だから仕事したくないっていう一心からが強いかもしれないですね。まあそうっすね、うん、そのお笑いの方に行きましたけど、まあそのバラエティ番組見て、僕はヘキサゴンで、まあちょマジでその説明すると長くなるんで、それはまたいつかの動画で話したりすると思うんで、引き続き見てほしいんですけど、そのヘキサゴンを見たきっかけで僕はその芸人になったんですけど、その上地雄介っていう僕が憧れてた横浜高校で、野球やってたけど辞めて役者になった、でバラエティタレントとしてヘキサゴンに出てたんですけど、そのおバカタレントみたいなのがめっちゃ流行ってて、上地を見てやっぱめちゃくちゃなんていうんですかね、その元気をもらうというか、なんか親近感湧いたりとか、なんかそういう風にキラキラしてるものに見えたんで、上地がなんかそういうのをやりながらこう生活できるって一番幸せだなっていう、そこがきっかけではありましたね。珍しい、うん、そしたらなんかたまたまなんか飛行機乗ったら芸人になってたんですけど、はい、そう機内で何がそうなんか芸人になるっていう風になったんですけど、それはもうそれでめちゃくちゃ良かったなとは思うんですけど、パボに憧れてたらアイドルになったかもしれないみたいな感じですよね、はい、でもそう不思議ではあるんですけど、はい、そこ話すと長くなるんで、はい、そう、まあそこですね、仕事に就いた理由は。でも就職とかしても僕の中ではあんまりそういうイメージがあんま分かんなかったっていう、その好きなことをやりたいっていうイメージだったんで、だからそう動物園の園長になりたいとかあったんですけど、でも動物僕めっちゃ飼ってて、リスとかそのモルモットとかニワトリとかいろいろ飼ってたんですけど、そのみんなとお別れしたのが辛くて、多分動物園の園長俺耐えらんないだろうなっていうので断念したんですよ。そこ断念することなかったらもしかしたら動物園で働いてたかもしれないですけど。なるほど。そうだから何か自分の好きなものがある仕事がいいなっていうので多分こうなったと思います。でこの仕事に就くためにはもうスマホ持ってれば大丈夫ですね。まあ YouTube だったら、で芸人だったら、でももう何ですか、芸人だったらもうネタ作って
まあ、事務所のオーディションとか、まあ、養成所とか養成所とかに行ってみればいいと思いますね。そうだから、その門はめちゃくちゃ広いんで、僕やってるやつって全部芸人もそうですけど、YouTube も YouTube なんてもう特にスマホさえ持ってればで YouTube のアプリさえ落としてればもう動画ほんと例えばご飯とかちょっと撮って YouTube に上げてみたらもしかしたらもうそれだけで一応投稿者ではあるんで、そうあとはまあそれがどうなっていくかっていう部分なんで、芸人もそうですけどね。そうだからまあつくにはとりあえずスマホ持ってるのと、まあスマホ持ってればいけますよね。そうですね。そうスマホ持ってればネタも書けるしですね。はい。で、この仕事について良かったと思うことはもうほんと好きなことがめちゃくちゃできるっていうとこっすかね。もう何でもできるんで、もう本当に全然何でもできるんで、そう。はい、なんかこの質問緊張しますね。はい、この質問はなんか怖いな。はい、人の人生の分岐点になりうる。なんか番組とかでやってくれたら嬉しいやつですよね。でも良かったと思うことはでもマジで全部かもしれないですね。はい、それこそ、うん、もう覗き穴とかクワカブとか見ていただくと感じることになるかもしれないです。はい、あでもそうですね。ずっとまあ楽しい見ながらやれるっていうのはありますね。もちろんしんどい時もありますけど、そう楽しいから続けられてるっていうのはあるんで、そこかな。はい、じゃあすいません、ちょっと続きもお願いします。6から10いきます。はい、大変だと思うことは何ですか。あ、なるほど。何のために働いていますか。この職業にはどんな人が向いてると思いますか。はい、これからの夢があれば教えてください。なるほど。進路や職業について、助言をお願いします。なるほど、わかりました。これは真面目な質問ですね。さては10個ありますの時点で。いやいやでもかなり真面目な方です。あーでも大変だと思うことはもうずっとそのこと考えないといけないっていう、もう芸人もそうですけど、だからどうやったら売れるんだろうとか、どういうネタだったらこうそのテレビに出れるんだろうとか、その自分まず自分って何なんだろうみたいなことから考えないといけないし、その自分の中でその僕はこういう人間だからこういう風にやっていこうって決めたことをその全部否定される瞬間とかめちゃくちゃあるんで、確かに、そう、そこのなんだろう辛さみたいなのありますよね。そこの大変さと、もう YouTube に関してはいやもうシンプルにちゃんと数字で出るんで、その毎日そこのなんていうんですかね、僕自分だけ満足した動画を撮ったところで数字が良くなかったらやっぱりもちろんもうそっちが僕は結果が全てだと思ってるんで、そこの大変さはありますね。そこのなんか視聴者の方とか今 YouTube を見てる層とかをイメージしながら動画作っていきながら、かつ自分のやりたいことやりながらとか、なんかそこら辺とか考えたりするのは大変ですね。だからどっちもなんかその自分のイメージ通りいかないみたいな辛さは常にあるかもしれないですね。で、何のために働いてますか。本当に僕はもう自由に楽しく過ごすためというか、そう僕お金マジで大事だと思ってるんで、そのお金がないと楽しいこともできない部分もあったりするんで、僕多分学生時代とかの楽しみ方ってまあ楽しいですけど、その学生の時の友達とかとやっぱこう離れ離れになったり、学生の時の友達が結婚してやっぱまあ会う機会が減ったりとかした時に、その自分一人で楽しむこととかそういうのがまあなんていうんですか、ないとやっぱこう生きててこうなんだろうな、まあ、辛いまではないですけど、生きてる中での楽しみみたいなのがないと僕は生活できないタイプなんで、その時にお金がなかったら例えば遠くにちょっと旅行行きたいなっていう時、レンタカーとかも借りれないとか、飛行機とかもこう券も買えないみたいなってなると、やっぱ僕の中でその働いなんだこれは。もう僕の中でやっぱりこう生きてて楽しいっていう部分のものを全部奪われるんで、そのだからまあ多分そのなんだろう、家でじっとしてても大丈夫っていう人とか、このゲームソフト1個あればもういくらでも大丈夫だよっていう人とかだったらまだ極端な話、そんなにお金なくてもいいのかもしれないですけど、僕はお金があったらあった分だけ楽しいことはできると思ってるんで、働きたいですねっていうので、まあ、働いてんのかな、その
これが働いてるとするならですね。で、この職業にはどんな人が向いてる、マジどんな人、僕もわかんないですけど、でもなんすかね、切り替え早い人とか、あ、ほんとメンタル強い人とかじゃないですかね。まず精神面ですよね。いや、メンタルは大事ですね。本当に本当にしんどいことばっかなんで、そのメンタル面の部分は。そうだから逆になんすかね、だからイメージやっぱし柴田さんとかやっぱ最強だと思ってるんで、僕その全てをもう動画の素材にできるというか、ああいう風になれたら最高ですけど、だからああいう風にでもなろうとしてもなれるもんじゃないんで、多分そもそもの人間性みたいな部分なんで、ただそのメンタルですよね。その他のだからなんだろう、喋りが上手い人とか、リアクションが面白い人とか、なんかそういう部分って別にリアクション面白くない人でもその、まあ、周りの力によってその人も生きたり、その周りの人が生きたりもするし、喋りが上手い人じゃない、喋りが下手な人だとしても別に周りでがいることによってその人が面白くなる時もあれば、他の人を引き立てることもあるから、そのなんかその人の中の長所みたいな部分は全部その向いてる向いてないとかじゃないとは思ってるんで、多分メンタル面ですよね。ハートです、ハートです、はい、これからの夢、これからの夢、まあ、野望ですね。野望は、まあ、僕は遊戯王ブルーアイズホワイトドラゴンをこの世から僕の家に全部集める、はい、これ夢ですねそう、なんとかそう信じて僕は生きてるんで、はい、そこの野望ですかね、一番は、うん、ニコニコしてるあと僕で、あーあと小さい頃から欲しいなって思ってたのは金の延べ棒欲しいとかそういうのはありましたね。あそういう感じかな。まあ夢、まあ野望になるのか。夢で言ったらでっかい昆虫部屋みたいな、工場みたいな昆虫部屋を作りたいですね。ハワイアンビートルの社長の、はい、そのブリードスタジアム、ブリード部屋みたいな、そのこれどっからどこまで行ってももうクワガタだらけ、カブトムシだらけみたいなの、やっぱテンション上がるし、やっぱそうでっかいブリードルーム1個みたいなのがあったら嬉しいなと思いますね。あとはもうまず銀の盾ですね、はい、僕盾フェチなんで盾欲しくて始めた部分あるんで、はい、そうまず銀の盾は欲しいですね。まあ、金は またいずれは欲しいとは思いますけど、孫の代までなんとか生きて孫に引き継いで金の盾をもらおうとは思ってます棺桶に入れてもらうっていう決めてるんで、はい、溶かすんやね結局一緒に溶けますそこかな。進路や就職について助言、いやマジでそういう立場じゃないんであれなんですけど、今この方がね、うん、中3か高3かその辺やと思うんですよね、まあ、そうですよね。助言はね、でも僕もうマジで僕に聞いたのが間違いだと思うんですけど、本当に就職し、まあ就職とかなんだろう、今後多分進学とかなんかいろいろなんかすげえ一大イベントみたいな分岐点あるんですけど、意外とそここう思い返してみれば一大イベントじゃないみたいなことがたくさんなんで、そんなに気負わず、でもそのなんかそういうイベントごととか自分の中で決めたことに向かう部分はやっぱ全力でやってほしいかなと思いますね。はい、やってほしいですね。僕あの言葉はすごい大切に自分にも秘めてるんですけど、はいはい、あの三森さんのその失敗はないっていう、ああはいはい、あれはぜひ伝えてあげてください。あでも本当に失敗はマジでないんで、その僕多分周りから見たら多分この28年間失敗だらけなんで、それでも多分僕の中で結局その失敗がマジでなんかためになったりとか、そこで出来上がった僕の中のその持論みたいなのとかがやっぱこう今の僕を作ってくれてるから、その失敗はないんで本当に自分のやりたいようにやればいいと思います。頑張っていきましょう。以上です。はい、ありがとうございます。すごいですね。すごいっすね。あ一緒にグリッド頑張りましょう。これ言わないといけないんですけど忘れちゃうぐらいの、あすごいな、なんだこれは。そうツイッターでね、だから結構前だと思うんですけど、
そう、まあ実際ね、どうなったか分かんないですけど、これを見てくれてれば嬉しいですね。はい、はい、もう返事来い、返事来い、もう試験は明日やでとかなってたかもしれないですけど、申し訳ないです。ただ僕の中に失敗はないんで、はい、すいません。うまいこと言ってあ、でもすごいですね、こうやってこう10の質問、まあこれツイッターを久しぶりにこうコメントの質問がある程度追いついたんで、久しぶりにツイッターからスクショをバーッとランダムで撮って、この質問コーナーに設けたんですけど、そうだから結構前だったりとか、ツイッターならではの多分質問の仕方だと思ったりするんで、うん、でも優先度は YouTube のコメントからが一番早い。そうですね、そうですね、基本的にツイッターの DM はまあ目は通してるんですけど、基本的にその質問コーナーに設けるとか返信とかはあんまりやってはないんで、そう申し訳ないですけど、コメントは YouTube のコメントからよかったら引き続き、質問してくれたら嬉しいですね、はい、でこの人が今一体どうしてるのかもめっちゃ気になるんで、はいはい、ぜひよかったらまだ見てたらコメントお待ちしてます。はい、そんな感じで、今回の動画も長々とご視聴いただきありがとうございました。